な心にユーハート。はい、ということでね、久しぶりにちゃんとプロポーズをしました。コンパルハート非公式バーチャル YouTuber のイラハートです。今回はですね、なんと責任者がね、あのチャンネル登録者数2万人突破ということでね、コンパルハートのゲームをやってもいいというお達しが来ました。やったー。はい、そしてですね、今回プレイするゲームはこちら、じゃーん、アークオブアルケミスト。ね、これはこういろはとね初めて聞いたタイトルなんですけど、なんかさらっとね見た感じ、こうちっちゃくてね可愛いキャラがねこうわちゃわちゃわちゃってするねゲームみたいなので、まあいろはとね得意なジャンルのゲームなんじゃないかなって思います。いや、それにしてもさ、こう発売前のゲームをプレイできるっていうのはなんか公式っぽくてテンション上がりますね。まあね、とにかくねこうなんか珍しい、数少ないこう公式のお仕事なのでね、こういろはと頑張っていきたいと思います。まあね、もうここまで来たらこういろはとがね、コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に、まあ、復帰するのも時間の問題かなって思います。それでは早速ゲームスタート。もうどっちでもいいんですけど、コンパイルハート大好き。はい、ということで、こうやって砂漠を歩く旅に思う、どんなに辛い目にあっても人が生きていけるのは明日はきっといいことがあると信じているから。しかしその明日のもっと先、未来に絶望しかないとしたら、人はどうやって今日を生きればいいのか。世界各地の資源は底をつきつつある。もはや人間は緩やかな死を待つだけだ。こんな世界だからこそ、生き様、いや死に様が問われるのだ。え、なんかめっちゃ可愛いんだけどさ、アイリン暗くない？なんかね、これは砂漠がね、なんか舞台のゲームのようなのでね。すごい綺麗だよ、なんか砂がさ飛んでるっていうの、飛んでる感じとか。クイーン様、この先が捨てられた町と呼ばれる区域になります。ここにあるんですね、陛下の話していた大いなる力ってものが。私たち考古学者が長い年月をかけて古の伝承や資料をリサーチしました。必ず今回の調査団を大いなる力へと導いてみせます。ええ、20年前の失敗は無意味ではなかったと私たちが証明するのよ。周囲一帯を索敵した危険生物が多数だが、敵国の存在はない。ジェスターさん、めっちゃいい声してね。そうか。だがここ始まりの砂漠にはもっと厄介な連中がいる。始まりの砂漠ですね。あ、そうだ、大いなる力の守護兵とも言われているが、その存在理由は誰も知らない。多くの兵が機械人形との交戦で命を落とした。なんかあれなのかな、敵が。お前たちも死にたくなければ気を抜くな。なのかな、今回。もちろんです。クイーン様が隊長として最高の指揮ができるように、この私も全力でお世話をさせてもらいます。すごい、肩からなんか重そうなの生えてるね。私の世話などいい。まずは大いなる力の発見に全力を注ぐのだ。いいな。はい、仰せのままに。おい、大いなる力か。陛下の命令となれば仕方がないが、そんなものが本当に存在するのだろうか。いや、そんなことを考えても意味はない。部下の命を守る。陛下って誰なんだろうね。陛下の命令に応える。今を全力で生きる。その先に
目指すべき死に様もあるはずだ。ではジェスターは引き続き偵察を、シャロンは本体とこのまま進む。わかりました。アクセルとミカは危険生物の相当だ。私と一緒に行く。危険生物、すぐに準備をしてくれ。はい、了解です。おー、よし。どこ行ったらいいんだろう。ここで進めるんですよ。で、これでこうなんかカメラが変わる。よし、ここかな。ここに行けばいいのかな、最初。おいしょ。まだまだエレミーが映ってます。徘徊、正解、リンテン。はい、ふん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 。よし、で、あれですね、気づかれる前に逃げればいいってことですよね。はい、現在、右下には現在使用できるウナギアの属性とバトルアクション。丸と四角にセットされたアクション。はい、オッケーでしょう。はい、エリアに侵入した場所から。ほい、あー、いる。あれだ、あれで、あれでしょ、あれでしょ、サソリみたいなやつ。サソリで合ってる？やばいやばい、目光ってる。ほら、イエーイ、イエーイ。これなんか YouTube で見たことある。これ網の上に乗ってたらさ、あれですよね。あの、私がよく見るエビの踊り焼き。信じられないな。はい、アクセル、何が？古の伝承によると、俺たちの住む世界は、あ、舞台地球なんですね。しかし見ろよこの光景を。水の星っていうより、こ、そうね、信じられないわ。世界が水に恵まれ、広がり続ける砂漠に人間は打つ手がない。これはあれなのかな、今できることは自らが生き残るためにの残された資源を奪い合うの。ない。誰でも分かるな、それ。砂漠のように。え、どんどんなんか砂漠が広がっているみたいなやつ。前方を見ろ。あれは大いなる力は遺跡に眠ると言われています。さすがはクイーン様。アクセル、浮かれるな。大いなる力がそんな簡単なものならば。クイーンちゃんは割とクールな感じ、ね。そうですね。ね、すみません。なんかちょっと偉い人とかな。少しは落ち着いてよ。あなたは副隊長なんだから。副隊長だからこそ。隊長ちゃん。隊長を喜ばせたいのだ。で、アクセルが副隊長ね。あ、ね、あなたのクイーン少佐への少佐。少佐と隊長ってどっちが偉いと。大いなる力はこの世界を救ってくれる城。いや。それを私たちは、っていうか、あなたその踊り焼きのエビ、あの始末しなった方がいいですよ。さあみんな、遺跡に向かって。なんか遺跡がなんとかって言ったから、なんかさ、向こう側、ね、見える見える、なんか向こう側にあるよね、なんかあれなのかな。いや、迷子になってないよ。え、迷子になってないから、ふっ、え、で、あれだよ、発売前のゲームだから、こう、なるべくこう、ステージをね、こう、みんなに見せてあげたいなって思って、あの、散策、そう、散策してるんです。え、どっち、なんかどっち行ったらいいの。え、待って、今のカットで。えっとよいしょ。下に行かなきゃいけないのか、下に行ってくるってこう回りする感じなのかな。視線が定まらない。ああ、
よいしょー。あら、ここでも行けないんだよね。よーいしょっと。え、いやいや、まさかまさかまさかそんな、まさか迷うなんてことはないですよね。まだ初めてだって3分ぐらいでしょ。そんなことない、そんなことは。待って待って、こっちじゃなくて、お、こっち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 、そう、え、ここだここだ、よしよしよし、うん、うん、あ、よし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 、クイーン様のために。よいしょ、これを私ちゃんとメニュー読んだから燃やせます。あ、違った。照らし出せ炎よ。もう上出来でしょ、取れない。よいしょ、最初から気になったんだけどさ、この右側の彼は肩に何を背負っているんでしょう。王冠みたいな、え、何なんだろう。なんか細い目、うわぁ、なんだこれ。あ、切れない。はい、え、なんだこれ、あれなのかな、細い道取るときにガンガンってならないのかな。おー、なんか入った、なんか入った、うわ、あ、これ無視していい感じのやつ、ういの木みたいなやつ、なんだろうね。なんかさ、なんかさ、キラキラしてるやつある。うぃー、もうあの壁、あぁー、やっ、えい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 、ほーって、次は誰、あぁー、あんたどこ攻撃してたの。え、なんかキラキラしてる、あ、たたたた、あれ、あれなんかアイテムとかも、これの柱、エブリ、なんだろうな、これ、何これ、こんにちは、あっ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 、え、これさ、もしかしてさ、この赤いところがダメみたいな、ひどくない、ひどくない、ちょっとさ、はっ、これもクイーン様のためだ。ありがとう。なんかさ、何もないくせにこのぬって出てくるの本当にやめてほしい。うーと思ったよ。もういいよ、そういうのいいよ。あ、これあれだ、あの燃えるやつ、照らし出せ炎よ。やだわ、失敗しました。照らし出せ炎よ。あ、なんか電気ついた。ふっ、電気がつくだけなのかな、これは。かわいい、いいね、なんかこの主人公視点で見れるの、仲間が見れるのいいね。お前、お前、お前。白星いる、白星。あ、なんなんだろうね、マントヒヒ、マントヒヒじゃないか、なんていうの、なんなの、ワッコー見てる。あー、おい、こら、お前、おい、やめて、やめて、お前、おい、おとなしく旅館の暖炉の上から入ってろ。よしよしよし、えい、
まだいる今の多分私の攻撃あんま当たってないな。これで私学習しました。これ近くに行くとね、ほら見つけたよっしゃー。え、どうしたうわー、え、待って、これどうすんの、結構どうすんの、大丈夫、あなた、え、倒れてんじゃん、嘘じゃん、あー、申し訳ありません一時撤退します。はい、撤退しててください。こいつ、あ、あの氷、はっ、え、なんかいたの、ほっ、はっ、ちょっと、早いよね、彼、よし、優秀な部下だよね、はっ、よし、お、フリード、ええ、ゲロって聞こえたの、いる、なんかいる、やっぱいるよね、そうだよね、気になるところですよね。世話を焼きすぎると思うねえ、何をバカ、俺にとってクイーン様は女神みたいなお人だ。ふーんって。でもクイーン少佐は、何なんだろう、なんかこの辺ちょっといろいろある感じなんじゃないですか。それは困る、そういうの好きです。どうし、そんなこと私に聞こえ、いや、いいですね。このミカちゃんのえって顔が可愛くてちょっと止まっちゃった。どうしたの、大変、あれでしょう、ミカ、どうした、前方に、あら、機械人形を動く、なんだと、最初にさ、書いてあって敵みたいなやつ、ここはお任せください、いや、ちょっと気にしてる、可愛い、どうした、まあ、この辺のね、関係性も、後々何かしらの進展が、ミカ教えろ、あることを期待して、進めていきたいと思います。そんなことを聞かれて、二人とも、おしゃべりは、はい、みんな、接近は了解、いい声だな、本当に、うん、わかった、家のおじさま、素敵な声ですね、はい、敵の思考とかあるんだ、え、あれじゃん、あれじゃん、なんか、あのさ、ポケモンのさ、遺跡にいそうなやつ、うわー、待って、怖い、あー、死ぬ、
死ぬ死ぬ死ぬ。え、回復とかないの？確認は重要。回復とかないのかな？回復とかないのかな？ない、な、な、あ、ある。後で使用リストに書いておかないと。もうない。やばい！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 禁止じゃないですか、皆様。え、どっか行ったじゃん。やった。え、うわ。なんかさ、回復のアイテムないのかな、ここ。ふっ。あ、ははは。じゃあ、あの機械をですね、巻いた、倒してないよね、きっと。巻いたところで、第1回目はこの辺にしておきましょうかね。はい、なんかね、この…ふっ。あ、はい。うわ、なんか、あれですね、敵が…待って、なんかうまいこと言えなかったんですけど、まあじゃあ1回目ね、この辺にしておきたいと思います。ここまでご視聴してくだん、ご視聴いただきましてありがとうございました。ということでね、敵が襲ってくるかわからない、すいません、長々と喋ってすいません。油断するな。はい、油断しないように、じゃあこの辺でセーフ、終わっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。イルハートが一番好きな相撲の決め手は、実際に動いて答え、え、あ、押し出し、どすこい。